ちゃいいよ、早始めました、しっとでございます。ということで、今回の動画なんですけれども、昨日ね、先生からいきなりね、連絡が来て、明日、新大阪駅のどこどこに来いってね、言われたんですよ。何か悪いことしたかなとかね、思っちゃってるんですよ、勝手に。今ね、学校ね、夏休みなんで、授業とかはね、ないんですよ。なので、学校関係のことで、呼び出されることって、まあ多分ね、ないと思うんで、学校以外のね、ことなんですよ。なので、なんで呼び出されたか全くわからないんで、マジでね、昨日の夜ね、眠れなかったんですよ。本当にマジで怒られるのだけはね、勘弁してほしいっすね。ということで、今からね、電車に乗って大阪行きたいと思います。うわ、マジで怒られたくないな。なんで呼び出されたんやろ、俺。はい、ということで、滋賀からね、新大阪までね、着きました。でね、今ね、指定されたね、ビルまで来てるんですけれども、マジで怖いんすよ。今ね、ビルの3階までね、来てます。先生がね、今ね、ここのね、部屋にね、いるんで、じゃあ早速今から入っていきたいと思います。いや、マジで怖いよ、これ、ほんまに。じゃあ入ります。うわ、おー、着いた。着いた。お疲れさんです。よう、わかったね。いや、もうめちゃめちゃ迷いましたよ。ほんとに。ジュニアが。はい、お待ちしてました。実は、今日ね、9月誕生日。誕生日ですね。来月誕生日ですね。俺、1ヶ月前に去年やられたから。あー、早めのってやつした。仕返しですよ。昨日僕連絡でなんか明日来いみたいな感じじゃないですか。いや、なんか押したっかなと思って。ちょっと眠れなかった。しかもね、この僕が契約する会社さんね。そうなんですよ。いきなり会社呼ばれて、こんな会議室呼ばれて、僕なんかしたかなっていう感じで。なんなんですか、山田電機の。いや、でも誕生日プレゼントやな。来月誕生日や。間際になったらもうバレるから、同じこと考えます。警戒しますよね。ちょっと1ヶ月早いですけど。これ早すぎですよ。今日誕生日プレゼントを。マジっすか。用意しました。うちのジュニアが。もらったりプレゼントで、はい、カードをプレゼントいただいたり、はい、なんかしたいと思ってたよな。でもなんか大体想像つきますけどね、ヤマダ電機なんて。ヤマダ電機、それはもうヤマダ電機ですよ。まあ手に入れるのは大変苦労します。ジュニアもびっくりしてますね。ヤマダ電機で手に入れるのが無理。どうやって手に入れたかはもうこれ本当に YouTube やから。あ、言わない。もうほんまにちょっとオフレコですけど、絶対喜んでもらえると思うんですよ。僕大体ジャニーズのファンなんですね。僕も好きですよ、小学校の時から、はい、僕もジャニーズ好きな35年ぐらい歴です。その歴も駆使して自分なんか DVD 最近買ってませんでした。いや、毎年嵐のライブとかの DVD とかアルバムとか CD は全部買ってます。いいですか、僕の周りにジャニーズのファンいっぱいいますけど、ほんまに好き。嵐、嵐はもう大好きですよ。僕、花より団子の2005年のウィッシュの主題歌の時ぐらいで嵐っていう存在を知って、この時大体小1なんですよ。そうやな。そこからもうずっと好きなんですよ。ほんま？はい。じゃあ合格かな。ライブも行ってますから。ライブも行ってます。ライブも全然10周年のライブとか行ってますよ、普通に。え？どういうこと？え？じゃあ山田電機やから。ちょっと待って、誕生日おめでとうございます。行こうか。誕生日おめでとうございます。またよろしくお願いします。あ、またよろしくお願いします。次、あえて目隠しして。あ、そうですね。なんですね。ちょっと待って、これDVD っぽいでしょ。 DVD こんなでかくないっすよ。なんかくぼみがあるんですよ、周りに。ほうほう、山田電機ですか、本当に。ほうほう、で、開けますよ。ほう、いきます。じゃあ、瞑想見ますね。なにこれ、写真立て。いいっすか。ほう、3、2、1。ええ、これ本物ですか。本物です。本物です。ちゃんと写して。え、これ本物ですか。本物です。嵐の、え、全員のサインですか。はい。これが相葉君で、クローンで、2の翔君、MJ です。10周年の会員の時にあった限定のやつって、なんか5000人限定で直筆のサインにシリアルナンバーが入れられるみたいなやつが抽選であったんですよ。はい。それとか見てるんですけど、サインがね、一緒なんですよ。やばくないですか、マジで。嵐の直筆、え、ほんまにもらっていいですか。いや、もうほんまに。でもね、疑わないから鑑定してもらって。僕も大物さんのビートやってたんで、こういうのよく分かるんですけど。ほんまですか。と思います。え、ちょ、いらんやったらね。いや、もうまい。このようなやりな。いや、もらいます、もらいます。そうする、そうする。マジで。あー、よかったよかった。やっと撮らんといてよ。うらんけど。いや、多分ね、動画の背景とか、まあ部屋にもずっと置いてるんで、まあずっと見えるようにしておきます。言ったら、この色紙、嵐が一回は触ってるとか。まあそうですね。そんな好き。いや、めちゃめちゃ好きですよ。飾っといたら、パワー、ご利益ありますから。すごい。もう、なんかいいことの嵐。あー、うまい。今年1年、いい年ですね。いや、ほんまに。といたら、いいことの嵐や。ご利益の嵐ですね。やっぱすごいなと思います。これもらったから、多分11月の俺のプレッシャーがすごいです。いや、もう、お返しいいですよ。いや、俺もマジで、めちゃめちゃ考えますから。いや、もうそんなんいいですよ。前回スイッチだったじゃないですか。はい。けど、もう、パワー上げていきますから。いや、ギアセカンド。もうええわ、もうええわ。ギアセカンド、ワンピースっていうギアセカンドなの。ギアフォースなの。次回これ鑑定してみたいと思います。あ、まあ全然。それはそれはそれ。ええよ、全然や
きやってみて、全然もし偽物やったら返して。あ、了解です。じゃあ次は次回鑑定動画でお会いしましょう。まずは誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。